また月曜からか。お、紹介したい人がいるんだけど、これからいこう。どこに？今は内緒よ、とにかく私についてきて。それじゃ、行きましょう。お？おお、なんだ？イベント来たぞ。おお、どうしよう、どこまで？もう少し先に行ったら教えてあげるわよ。なになに？実はね、最近センター街で占いをしている人と知り合ったんだよ。それがほんとよく当たるのよ。それでまたその人に占ってもらおうと思って、ダラも誘ってあげたのよ。ありがとう。あ、どうしよう。その人、女の人、美人。おお、来た。もちろん霊能力美少女葉月伊豆名とは私のことだよ。あ、伊豆名さん、約束通り友達連れてきたよ。だね。ああ、また小学生のお客さんかい。小学生は金になんないからあまり相手にしたくないんだけど。お客って私が何か占うんだよ。だからお客。分かった。ところで、あんた名前は？おお、ダラね。で、ダラは何が聞きたいの？お、教えてくれるの？私は自分の将来、誰にも負けないトップアイドルになれるかどうか。おお、なんだ？何これ、お姉さんの3サイズあんだけど。これはもうしょうがない。これはもう皆さんの気持ちを汲んで、お姉さんの3サイズいくか。好感度が下がろうが、これをいけということだろう。いくぜ、みんなのために。ちょっとあんた何考えてるんだよ。そんなことが聞きたいのなら姉取るよ。あと、ミキはこのままじゃ無理かもしれないよね。伊豆名さん、それ本当なの？それはあんた次第だよ。本当は占い失敗したんだよ。失礼なこと言わないで。私は東北のイタコのサラブレッドなのよ。また何か占ってほしいことがあったらいつでもおいで。ただし今度からは有料だよ。じゃあね。伊豆名来ましたね、とうとう。さあ、これで伊豆名が増えてるのかな。おー、来たね。そういうことだね。ただ好感度引き。これで伊豆名が増えると。お、冬休み毎日寒いけど、お正月からひょうこちゃんとも遊べたし、今年は何か良いことがあるかもしれないな。ひょうこが一番好感度が高いの。もしかすると、この前の遠足の写真ができた。お、どうしよう。ああ、何か写ってるんでしょうか。やっぱりダラもそう思うよ。どう見てもこれって心霊写真よね。俺にはそうは見えないぞ。ダラ、お前どう思う？心霊写真？私たちのクラスで必ず何枚か写ってるわね。やっぱりヌーベに寄ってくる例なんじゃねえか。さあ、でも多分そうなんじゃない。これちょっとなんかイベントとは違う新たな選択肢みたいな。
番号を書いた写真をこれから配るぞ。あー、その遠足のってことか。どうしようか。ひろしくんは何枚食べる？ちょっとあんたたち、あんまりのんきなこと言ってらんないの？え？またミキが何か言い出したの？関わるの嫌だから向こう行こうぜ。ちょっと失礼なんて言わないでよ。それよりも心霊写真で霊障があるの？どうしよう。霊障って聞いてみようか。何でも霊が引き起こすもので、一緒に写っている人に必ず怪我や災いを振りかけるのよ。ウルベに見せよう。おう、もしそれが本当なら大変なことになるかもしれないしな。ウルベ、ちょっとこれ見てくれる？どうしたんだ、そんなに慌てて。よいしょっと。ヌーベ、これどう思う？どう思うって、ただの写真だろ。これがどうかしたのか。いや、なんかめちゃくちゃ影みたいなの入ってるけど。どうかしたのかじゃないのよ。もっとちゃんと見てよ。心霊写真なのよ。やらない。それより早く席につけ。授業始めるぞ。めちゃくちゃ映ってたじゃん今頭から否定して。やっぱりヌーベに寄ってきた霊だから責任逃れしてるんじゃないかしら。ちょっとあの写真ね、悪霊みたいよ。え？悪霊って何？のんびりしてんのよ。この前の写真調べたら大変なことが分かったのよ。出さないで早く。こういうことよ。あ、ミキ見て、写真に写っている顔みたいなものを拡大してみたの。おう、そしたらほら、どれも同じ顔っていうか同じ霊が写ってるのよ。つまり私たちのクラスに一人の霊が付きまとっているってことなの。しかもクラスの特定の子に付きまとってるんじゃなくて、クラスの誰にでも付きまとっているのよ。言ってみれば私たち5年3組のクラスに付いた霊ってわけ。ヌーベ知ってるのか。とにかく早くヌーベのところに行きましょう。ということなのよ。またそんな突拍子もないことを。安心して写真が撮れない。だからそんな悪霊がいるんだったらとっくに除霊しまってるよ。いるじゃない、ほら写ってるでしょ。まったくわからない親父ね。いい加減にしろ。だいたいその本に載ってるものだって偶然が重なったものとか、インチクばかりでお前たちみたいに怖がる子を見て楽しんでいるんだよ。そんなことよりお前たちいつまで学校にいるつもりだ。もうすぐ暗くなるし、いつまでも残ってないで早く帰りなさい。ねえ、今のヌーベどう思う？もう絶対許せない。私の方、インチキ呼ばわりしたのよ。大体ヌーベのくせに。しばらくは何を言っても無駄みたいね。
別々ふざけんじゃないよ別々とにかく頼りのヌーベイのあの調子じゃどうすることもできないよね。あいつが私たちのクラスについてるねえならいつ誰のところに霊障を起こすかわからないわね。お互い気をつけましょう。別々。あ、じゃあまた明日ね。別々。あ、来た。この写真、あなたはどう思う？心霊写真？それとも心霊写真に見えるただの写真？これにね、ミキって子が言うように全ての心霊写真に霊障があるのが、とっくにあの先生がなんとかしてるんじゃない？クス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 。おう。おう。どうしよう。おっす。今日もよく晴れたな。見ろよ。雲一つないぜ。ちょっとちょっと聞いてよ。どうしよう。慌ててどうしたの。ああ、またミキだよ。今度はなんだ。これどころじゃないのよ。いい？落ち着いて聞いてよ。実はこの前からヌーベイをヤフンと言わそうと思って、心霊写真のことを調べてたの。この女もよくやるよ。そしたら、たまたま図書館で見つけた10年前の文集に心霊写真のこと書いてあったんだよ。え、どうなんだよ。よくさ、10年前の文集見ようと思ったの。これがこの文集を書いた子の友達の話なんだけど、旅行に行った時の写真が心霊写真だったらしいの。心霊写真？この子の足が消えていたのよ。で、旅行からしばらくしてその子事故に遭って足に大怪我をしたんだって。おい、それって炎症だ。この通り。おい、それってかなりヤバいんじゃねえか。そう、それなのにヌーベイのやつは全然取り合ってくれないし、悪霊なのにかばってばかりで頼りにならないし、ヌーベイは当てにならない。ならいっそのこと私たちだけで条例しない。どうせ今日は土曜日だし午後からみんなで集まってね。そうだな、ヌーベイがやらないなら俺たちでやるしかないか。どう言ってもどうやって条例するかな。あー、これ冷水晶かな。何考えてんの。それってヌーベイの条例通りでしょ。女の借りに行ったらヌーベイにバレるじゃない。じゃあどうするんだよ。僕はこのミキちゃんに任せなさい。他のみんなにポラロイドカメラと葬式用の塩を持って集まるよ。一体ね、カメラと塩。いいからみんなに伝えてね。分かった。お、分かったぜ。なら他もな。すぐ終わるな。お、ポラロイド20台やった。すげえじゃねえか。すごい、これだけあればバッチリよ。ポラロイド20はすごいね。よくあったな。このカメラでどうする。あいつは私たちのクラスを映すと必ずどこかに来るでしょ。だからこのカメラで教室中を映すの。そうすればあいつがどこにいるかはっきりするでしょ。そういうことなら、お、カシャ、誰も一緒に教室を映したよね。任せとけ。私はこっちの方を映すから、ダラはあっちの方を映してみて。あしゃ、どうした。いやー、あいつよ、アキラの後ろ。え、どこ、ねえ、どこ。
早くお清めしよう。パラパラ、これでよし。これであいつはここにはいられないはずよ。入れるのかな。松田京子ちゃん、え、いや、あの、えへへへ、ちょっと何言ってんのよ。これ私が考えたのか。いい、あいつがいた場所をこの塩で清めると、奴隷、嘘はできないけど、まいたところには霊がいられなくなるのよ。だから前もって教室の入り口に塩をまいていて、教室から出られなくしているの。それでこうやって徐々に範囲を狭めていけば、あいつの居場所はどんどんなくなっていくってわけなのよ。さすがミキちゃん、頭が良いのだ。この通りだね。当たり前でしょ、私を誰だと思ってんの。今世紀最高の美少女、細川ミキちゃんよ。君たち喋ってる暇があったらちゃんと写真を撮りたまえ。まったくこれだから君たちは困る。なんだ、あ、そっち映ってるのだ。写真見ましょう。うわ、助けて。ちょっと秀一くん落ち着きなさいよ。今のはダラクの嘘よ。真面目にしろよ、やろ。そんなこと言ってる暇があったらもっと写真を撮りたまえ。あら、そちらはもう写したの？え、そうだっけ？お？あ、そういうもの見てみない。あ、ほんとだ。じゃあ、あと残っているのはこの一角だけだよな。塩が置いてあるってことか。ガタ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 、どうやら追い詰めたようだな。どうするの？ヌーベイに連絡する。あ、どうする。その方がいいんじゃない。そんな必要ねえよ。こんな写真にしか出ない例なんて大したことねえぜ。いいか、321でみんなで一戦塩をかける。うん、いくぞ。321。いや、バーガータイムみたいな。さあどうなる。めっちゃ写真撮ってるけど。えい、やった、入ってるわよ。見て、かなり苦しんでるみたいよ。塩が効いてる証拠だぜ。どうだ。うお、やめか。何か事故が起こるとすぐ例のせいにする。この子は悪霊でも何でもないと言ってるだろう。またそのパターンで、ね、ヌーベイこそなんでそんなにその例をかばうのよ。これはな、この子が悪霊なんかではなくて、お前たちと同じ俺の生徒だからだ。この子はお前たちと同じくクラスの一員となるはずだったんだ。ところが引っ越してくる途中交通事故で。じゃあいつもクラスの写真に写るのは、クラスに参加したかったんだろう。ならならそんな気持ちがわかるんじゃないのか。ひどいことしちゃったな。うちのクラスに来るの楽しみにしてたんだな。ねえヌーベ、私たち一体どうしたら。おお、なんだ。うん、みんなにとっても迷惑をかけたってさ。あと一枚、みんなと一緒に写真を撮ったら、これで成仏するそうだ。クラスメートだもんね。うん、みんな、俺の大切な生徒たちだ。これでやっと、クラス全員が揃うことになるんだ。
じゃあみんな教室の後ろ側に整列してくれ。もっともう少し中に寄って。まこと、もっと前に出ないと映らないぞ。ほら、みんなもっと笑って。笑えたって、あいつがどこに映るかわからないのに笑えるわけないだろ。どうも。どうもいかんな。これじゃうまく撮れないよ。どういうこと？こんな人の後ろに隠れてもちょっとしか映らないだろ。いつまで経っても気が収まらず、成仏できないんだな。さあ、思い切ってもっと出てきてごらん。うわぁ、私にも聞こえたわ。とみんなと写真が撮れて満足したのね。この写真以来、僕たちのクラスの写真に再びその子が写ることはなかった。ほう、終わりか。イズナとリツコ先生が低いのよな。だからこうセンター街、センター街行った方がいいか。会えるのかな。どうなんだろう。お、会えた。今度の休みはハウス村へ行くんだ。お、僕も連れてって。ダメだ。どうせこいつは金儲けとかくだらないことを考えてるんだからな。ヌーベ、いきなりやってきたくせに。くだらないかどうかなんて分かるわけないじゃない。ほっといて。あれ、やばい。信頼度下がっちゃったかな。あと律子先生か。学校行ってみるか。律子先生の家とかない？ないね。あ、たまには病院行ってみるか。たまも先生に会う。たまいるかな。あ、いるか。上野先生が結婚するって本当ですよね。嘘だよ、きっと。そうよ、心配しなくてもできるわけないわ。あら、そんなことないわ。私がいるんだもん。よし。では、一旦ここまでするか。まあ、イズナも出てきたということでね。そうね。あ、でも、イズナ、さっきので上がってるぞ。よし、これでちょっとみんなの仲良し度を、なんとか頑張って5まで上げることを目標に、次回はやっていこうかなと思っております。まあ、ちょいちょいね、こちら、ヌーベ。でも、もう少しでなんか終わりそうな雰囲気もありますが、まあね、気に入ったっていう方、また次回、だらだらしに来てください。ということで、ありがとうございました。漫画原作ゲームだったり、映画小説原作ゲームなんかをやっているチャンネルでございまして、まあ、生放送でね、デッドバイデイライトや、ファイナルファンタジー16などやっておるんですけれども、気になった方はまたダラダラしに来てね。ということで、ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。ようやくイズナちゃん出たぜ。じゃあねー。